ローリングリリースとはソフトウェア開発においてソフトウェアシステムを断続的に更新していくリリースモデルを指す。この用語はいわゆるバージョン番号を用いて新バージョンで再インストールを要求するような一般的なリリースモデルへの対比として用いられる。一般的なリリースモデルでは理算的なバージョンごとに更新が要求されるがローリングリリースではソフトウェアは 頻繁に更新される。ローリングリリースという用語は、どのようなソフトウェアシステムでも用いられるが、この後の典型的な使用例はいくつかの Linux ディストリビューションのリリースモデルとして見かけられる。一般にローリングリリースは小さく頻繁な更新として実現されている。しかし、単に更新をすることだけでは、ローリングリリースを採用しているとみなされない。 ローリングリリースとみなされるには、一定の更新をした後に理算的なリリースをするのではなく、単一のコードブランチで開発を行い、更新を頻繁にリリースするという開発者の思想が要件になる。以下は、アーチハードと、現当、BSD を除けば、すべてリナックスディストリビューションである。ありがとうございます。